こんにちは。今日はですね、スマート42のご紹介をしていきたいと思います。このスマート42なんですけれども、ほとんどですね、皆さんが日常を見かけるのっていうのはスマート K と言われるですね、K 登録をしたものがもともとディーラー車としてですね、売られているものが、走っているものをですね、見かける機会が多いかと思うんですけれども、こちらですね、スマート、42がですね、デビューする以前の、並行輸入車と言われている、もう本当に初期にですね、日本に入ってきた車になります。で、これですね、黄色いナンバーがついているんですけれども、こちらはですね、スマート42の普通車登録のものを軽登録に、登録し直している状態の車になります。で、まずですね、内外装の部分をちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、まずこの色目なんですけど、このスマート42に関してはですね、特にこの黄色っていうのは非常に人気のカラーになります。で、なかなかですね、探していくと見つからなかったりとかするので、この黄色のカラーリングとかですね、見た目のこの好みっていうのが、そのままですね、車をこう選ぶ理由になってくるというのが、この車の特徴かなというふうに思っております。で、外装なんですけれども、まず見た目でですね、スマート42じゃなくてスマート K の方ですね、はこの色目がですね、だいたいこちらのツートンが黒になっているケースが多いんですけれども、この普通車登録のやつはここがですね、こうシルバーになっているというのが大きく違うところですね。あとは、全体見た時にですね、この軽登録をする場合というのはリアがですね、ストンと後ろのタイヤが結構ちっちゃいタイプのものが多いんですけども、この普通車登録の場合はですね、後ろはこうオーバーフェンダーのような状態になってますので、後ろもですね、結構しっかりとしたタイヤがついているというのが特徴になってきます。あとはですね、上のこちらのグラストップっていうのがですね、スマート K は上がですね、なんですかね、結構こう剥げてるような感じになっているケースが多いんですけれども、これグラストップなので、そういった剥げとかですね、そういった症状が出にくいというのが、こちらの車の特徴になってきます。あとはですね、スマートのこう純正のですね、アルミがついております。で、スマート K の場合はほとんどが、ホイールキャップということになってますので、見た目のスタイリングっていうのもですね、大きく異なってくるところじゃないかなというふうに思います。で、外装なんですけれども、ここのですね、1個マイナス点として、今現在ここにこの修復というか、ちょっとタッチペンをしたような跡があります。で、これもですね、色目を合わせて、この辺りをですね、一面塗ることによって、綺麗に目立たなくなってくるということがあると思うんですけれども、せっかくですね、他のところが綺麗なので、ここはこう直して乗りたいのかなというようなところもありますので、この辺りもですね、ご予算をご相談の上ですね、仕上げていきたいなというふうに思っております。で、あとはですね、車自体もちっちゃいので、なかなかそのぶつけてしまったというのもあんまりないのかなというところなので、車自体ですね、大変綺麗な、状態です。で、ホイールのガリ傷とかもですね、ほとんどありませんし、気になるマイナス点というのは、先ほどご紹介した右前のですね、修復歴、修復の後ですね、そこの部分だけがちょっと気になるところかなというところになります。あとはこちら車検がですね、26年5月なので、あと1ヶ月ちょっとぐらいな感じになるので、おそらく購入する場合はですね、2年車検をつけてというような購入の仕方になってくるのかなというふうに思いますが、その際にですね、タイヤの交換などはメモですね、しっかりとありますので、交換の必要は取り急ぎはないのかなというようなところですね。あと内装を見ていきたいと思うんですけども、まずですね、この色ですね、外装がこの黄色のツートンで、中がブルーというこの色目なんですけど、日本の車では絶対にありえないようなカラーリングということで、結構思い切ったですね、色なんですけども、非常にですね、この黄色の外装にこの青というのが映えてですね、すごくおしゃれじゃないかなというふうに思います。
でシートの状態なんですけど、こちらですねスマート K の、シートよりもかなり高級感がありますね。スマート K の場合はだいたい色がですね、色目だとだいたいグレーが多いんですけど、でグレーの薄いグレーだったりするのでだいたいすごくこう汚れてるということが多くて、丸洗いするケースがうちで販売する場合もすごく多いんですけど、この車の場合はですね多少汚れはあるんですけども、この青という色でですねちょっと目立たないというのがありますね。はい、あとは車持ってきましてですね、こちらのですね、横がこのように少しこう浮いてくるということなんですけど、これはですねスマート系はほとんど 100% こういう風になってきます。ただこれがもう剥げてボロボロになって落ちてるというようなところではないので、この辺りはですねこのまま乗られてもいいのかなという感じですね。で中の装備なんですけど、こちらのですねタコメーターがついております。でこれもともとはスマート系なんかついてなくてオプションになるんですけども、このタコメーターとあと時計ですね、この2つがついております。あと社外品のですね、オーディオがワンディンの、CD なんですけども CD がついております。でここにですね USB がありますので、 USB をiPhone とかスマートフォンにつなげて音楽を聴くことも、可能になっております。でこれスマート、42とスマート K の違いというところでですね、実はこの大きく違うところがこのミッションの作りだったりとかするんですね。でこれはですねほとんど知られてないんですけど、スマート K とスマート42ではよく、国産の車でもよくあるんですけど、廉価版のすごく安い車と一番高級ラインっていうのはかなり車体がもう倍まで違わないですけど、かなり違うということがあったりするわけなんですけど、このスマート42に関してはですねこのミッションなんかも専用の設計になっておりまして、逆に言うとスマート K っていうのはですね、このオートマモードっていうのが一般的にない一番安いタイプのものを改良したのがスマート K になっているということもあったりしますので、乗った時の感覚っていうのはですねだいぶ違ったりします。なのでこのスマート42を K に変更してるっていうのはかなりですね、選ばれる方にとってはスタイリングもさることながらメリットが高い部分が多いんじゃないかなというふうに思っております。はい、ちょっとですね、あとですね車の乗った感じなんですけど、もちろん見た感じすごく小さくて2人乗りっていうことなんですけど、乗った感じはですね前に乗った感じでは狭さっていうのをほとんど感じませんね。リクライニングなんかもちろんできないんですけれども、非常にですね室内空間も広く工夫して作られてるなという印象があります。私がですねいつもこの車に乗って思うのはベンツの SLK っていう車がありますけど、SLK とですね室内空間の感じがほとんど同じような感覚で乗れるかなというふうに思っています。ただしヘッドクリアランスはこっちの方がありますので、ある意味ではこちらの方が広く撮れてるのかなという感じがしますね。はい、あとですね、結構大きな魅力の一つとしてですねリアのトランクスペースっていうのがありますけど、これがですね結構広いんですね。こう見ていただくと一番大きなですね、海外旅行でするようなスーツケースがありますけど、これが縦にスパッと入ります。でここにですねこういったカップホルダーみたいなのがあるんですけど、これ実はカップホルダーでして、これをですね横を倒していきますと、これが一人乗りの時にですねカップホルダーとして使うということができます。ちょっとこれ動きにくいですね。ここをですねカチッとこう倒していきますと、こうかな、こう両方しながら倒していきますとこういう感じですね。
って、ここにカップホルダーにしていったりとか、あとはまあパソコンなんかを横にですね、置いてナビに使ったりとかですね、まあそういった使い方もできますよということです。で、これ倒していきますと、このスペースっていうのもあるので、まあ一人乗りの時にはですね、いろんな荷物を、結構多めに使うことができるというメリットも出てきます。あとはですね、ちょっと車の、試乗でですね、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、当初ですね、慣れないうちはこのオートマモードとですね、マニュアルモードっていうのがあるんですけど、オートマモードで運転されて、慣れてくるとですね、マニュアルモードで運転されていくといいかなというふうに思うんですけれども、普通のオートマと違ってですね、ちょっとシーケンシャルシフトというクリック現象がないようなですね、シフトを採用してますので、ちょっと当初コツがいるかなっていうところで、ちょっとアクセルを合わせるような感じで運転していくと、一番こうスムーズに運転することができます。でかなりですね、燃費に関しては期待していただいていいと思います。リッターでですね、だいたい街乗りでも20キロぐらいは走る感じで、ガソリンのメーター自体も、ね、タンク自体も結構大きくないんで、2000円分とかですね入れるとすぐ一番上まで来て、なかなかなおかつ減らないというようなですね、嬉しい燃費の実績っていうのもあったりしますんで、その辺もですね、選ばれる理由になってくるかなというふうに思います。さすがにこれで長距離ですね、高速で常に毎日何十キロか走りますよっていう人にとってはですね、排気量も 600cc とあんまり大きくありませんので、ちょっと負担になる可能性もありますけれども、かなりですね、街中をちょこちょこ走られるって方にとっては、すごく使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、この車同じようにこの黄色のですね、スマート K を探していくっていうと、なかなかなかったりしますので、ぜひですね、こうピンときたらお問い合わせをいただければというふうに思っております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。